皆さん、こんにちは。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はまず、mlb.com の方の記事ででして、えー、まあ、FA 市場の話になってますね。そちらをご紹介していくのと、あとは、まあ、ドジャース情報とかね、その他もろもろ、いつも通りやっていきたいと思います。で、昨日ですね、ヘイダーが、まあ、決まりまして、で、ね、スティーブンソンも決まったので、まあ、FA 市場のリリーフの部分はですね、動き始めるというか、ドミノ式になっていくんじゃないかということで言われておりますので、 まあそちらの方はね、結構決まっていくのかもしれない。で、今、チャップマンとか、えー、デイビッド・ロバートソンとか、ネリスとか、あとは、えー、ドジャースがね、再契約狙ってるかもしれない、ブレイジャーとかね。で、ペラルタとか、ムーアとかいますけども、まあその辺は決まっていくんじゃないかと。で、藤波さんもね、そこにいますのでね、えー、早く決まるといいなと思いますけども、まあ多分リリーフは動き出すと。で、あとはですね、野手の方とか、えー、まあ先発ピッチャーの部分ですけども、 まあ、こちらでね、有名どころたくさん残っていると。ただ、その中で、えー、結局ね、ボラスさん物件なんだよね。なので、まあ、場合によってはですね、2月3月まで、えー、まあ、それ以降までね、遅れる可能性も、まあ、恐れていないと、彼はね、まあ、そういう傾向にあるということになりますので、まあ、それがね、このスローな形を生んでいるのかもしれないと。プラスでホスキンスとかね、JD マルチネスの代理人でもあるということなんで、 まあ今残ってる有名どころ結構ね、ボラス物件であるという話ではあるわけですよね。これも前から言われておりましたけども。まあその中でね、まあ現状値下がり待ちっていうね、選手がやっぱ多いわけですよ。うん、その一人がまあベリンジャーということで、まあベリンジャーとしてはですね、カブスにね、行くんじゃないか、残るんじゃないかっていうね、話でね、言われておりますけども、えー、エンゼルス、ジャイアンツ、メッツ、マリナーズが、 ベリンジャーの獲得候補としてね、理にかなっていますけども、まあ、彼は2億ドル以上ってね、200ミリオン以上の提示をね、求めているので、まあ、それを支払う用意がある、または、支払う意思のあるね、球団はないようだということなんですよね。そこまでは出すね、チームはいないと。あとはトロントがですね、候補としては上がっておりましたが、キアマイヤーとね、再契約したので、まあ、DH としてですね、ゲレロジュニアの え、出番をね、DH に移して、で、ファーストに、まあ、ベリンジャーが入ればっていうところでね。まあ、そういう可能性も出てくるわけですけども。まあ、やっぱりね、そこまでの値段はやっぱりトロントとしても出さないんじゃないかっていうところでしょうね。えー、そして、ベリンジャーの最新の市場情報ということですけども。まあ、やっぱりね、カブスが有力ですよねっていうところでね、今のところね。ただ、えー、ベリンジャーを獲得に積極的になっているね、他のチームがやっぱほとんどいないと。 まあ、あのー、候補は上がってますけども、絶対取りたいっていうチームが、まあ、複数いるわけじゃないと。で、まあね、やっぱり前も言ったけど、ヤンキースが、えー、撤退してるというかね、外を取っちゃったので、で、プラスでトレードでもね、えー、外野手を取っちゃったから、本当はヤンキースが筆頭って最初言われてたじゃないですか。その時なんだよね、結構高くなんじゃねえかみたいな言われてたのはね。ただ、そのヤンキースがいなくなったので、えー、まあ、あまり積極的なチームがないのと、 あとは他のチームもですね、何かしらは補強してしまっていて外野手とかね。で、まあでも取れたらいいよねっていうね。もちろん取れたらプラスになるからいいよねっていう感覚のチームが、えー、まあ候補として上がっているところなのかなと思うので、何が何でも欲しいぞというチームがいないのでね、まあ希望額に、ね、やっぱ届かないんじゃないかなっていうのと、まあそれがね、えー、彼が希望しているところが出てきてないので、 まあ今ね、遅くなっている状況なのかなという話にはなりますけどもね。で、カブスとしてもそういうね、えー、絶対欲しいっていチームがいないわけですから、まあ自分たちもそんなにね、積極的に高いところを出していく必要もないので、えー、慎重に、えー、今見極めているところという話でね、まあ、やっぱり値段が下がるの待ちとで。結局のところベリンジャーとカブスが再契約となるんじゃないかという予想で、まあそれはベリンジャーの要求価格が下がった場合にのみと、 というのが、まあ、えー、ね、業界の内部での、えー、考えであると。大体の人のね。そんな形の、まあ、ベリンジャーの話になっておりまして。まあ、ベリンジャーの、えー、市場価値ですよね。マーケットバリュー的に言うと、えー、5年で112ミリオン、112ミリオン。年俸にすると22.5ミリオンとかっていうのと、あとはファングラフスの方でも出ておりますけども、えー、6年で136から150ミリオンぐらいで、 年俸にすると23.8ミリオンから25ミリオンですかね。だからまあ、えー、予想でも200っていうのはまあ出てきてないので、まあ100ミリオンちょっとから150ぐらいで落ち着く感じの市場になるんじゃないでしょうかね。かこれは5年契約なのか6年契約なのか7年とかでもね変わってきますけども、まあ年俸的に言えば22ミリオンから25ミリオンの間かける何年になるかっていうところでまあ、えー 価格のね、全体の価格が、えー、変わってくると思いますけどもね。まあそんなところの、えー、一応マーケットバリューなので、まあ本当にね、熱気を帯びた獲得候補がいないのであれば、これがどんどん上がっていくってことはまずないわけなので、まあその200ミリオンからどんどん、えー、下がっていくの待ちにね、現状はなってるのかなという状況でしょうかね。で、それで株数が下がってきて、カブスが提示したい額と一致すればね、まあそこに決まるんでしょうしね。で、または、 やっぱり欲しいなって出てきたチームがいて、まあ昨日のね、アストロズなんかも見ればそうなんですけども、まあヘイダーももっと下がるの待ちかなって思ってましたけども、結局現在価値で言えばね、トップの数字は出したので、何かしらが起きたりしてね、まあ、えー、怪我人が出たっていうのはあるわけですけど、アストロズはね。まあそういう他の状況もね、えー、いろいろとあって、やっぱ絶対欲しいなってなってくればね、それなりのまあ200ミリオンとはいかなくても、それなりの価格を出せば、 まあ、さっと取っていく可能性も、まあ、なくはないと思いますね。昨日のアストローズみたいにね。それをやるチームがあるのかっていう話でね。まあ、そんなところの現状ベリンジャーのね、話ですね。で、まあ、もう一人ね、値下がり待ちっていうのがスネルなわけですよね。で、ヤンキースがスネルに6年で150ミリオンっていうのを提示したらしいんですね。5年で150って言われてたけど、6年だったらしいんですよね。なので、まあ、それはね、拒否されたわけですけども、 スネル側としては、より高い平均年俸ですね。30ミリオンぐらいのもの。もしくは、より長い契約を望んだということなので。で、スネルに実際に提示された唯一のオファーらしいんですよね。ヤンキースのオファーがね。だ他はまあ、これ以上とは見てないという感じなのかな。そもそもね。だもっと安くなってくるのを待っているのかもしれないという話ですね。で、現状のスネルの市場の最新情報ということですけども、 ま、二度目のサイヤングをね、えー、受賞したスネルですけども、2億ドル以上の契約を求めているというね、見方が多いわけですが、まあ、ヤンキースはストローマンにね、行って契約してしまったので、まあ、スネルを再び獲得するかどうかっていうのは、ま、現状ね、えー、パターンとしては2パターンね、えー、言われていて、まあ、もうリリーフに行っちゃった。まだ先発は探していると、二、えー、2パターンあるので、まあ、現状どういう状況かはわかりませんけども、まあ、ヤンキースも一応ね、候補としては上がるかもしれないと。 で、まあ、エンゼルスとジャイアンツもですね、スネルをね、獲得に乗り出す可能性はある、あると。あとはブルージェイズ、メッツ、レッドソックスもですね、オフシーズン中にスネルとの関係がね、えー、まあ、一応言われている時期はありましたけども、スネルの要求価格に応じようとはしなかったということなので、えー、アメリカンリーグのある幹部は、この要求額が下がれば、複数の球団が獲得に乗り出す可能性があると予想するということですね。だから、150ミリオンとかでも、 まあ高いということなんじゃないかなと思いますけどもね。まあこれ以上出すのであればね、えー、もうちょっと話題に出てきてるのかなとも思うので、まあこれ、6年150、まあ5年150ってね、えー、最初言われてたけど、6年150だったというところなので、まあそれを考えればそれをちょっと超えるか、それをどんどん下回るかぐらいの価格帯なのかなって話ですね。 予想のマーケットバリュー的には6年で143.9ミリオン。年俸にすると23.9ミリオンっていうのが、一つマーケットバリューのね、えー、まあ、ありまして。あとはファングラフスの方では、えー、5年で125から140っていうのがね、出ておりまして。なので、25ミリオンから28ミリオン年俸っていう感じでね。まあ、こちらも結局150ミリオンには予想としては届いていないというね、状況なので、 まあ彼に長期的なこう契約をまあ出せないっていうのと、あとは単年でもそこまで大きな、えー、年俸は出さないという話にはなってきてるのかな。予想ではね。という形のスネルの市場になっておりますね。なのでまあこの2選手ともね、やっぱり値下がり待ちということになってるので、まあ基本的にはね、えー、熱狂して取りたいチームが、まあ残ってなかったのか、まあもちろんその、 大谷翔平山本由伸の時はかなり熱狂してたという印象はあるんですよね。で、まあオークションとはちょっと違いますけども、まあそういう形で価格がどんどん上昇していきましたよね。最初言われていたよりはね。まあ後払いとか色々とありましたけども、結局は上昇していって、 で、山本さんに関しても最初170ぐらいかなってね、一番最初ぐらいに言われたのがね、あって、で、200超えだなって言われて、で、300だなってね、どんどん上がってきまして、結局そうなったわけですから、まあ、やっぱりね、うん、そういう風に熱狂したチームが複数行けばね、うん、そんだけやっぱ上がっていくわけですよ。みんな熱狂したわけですよね。大谷翔平と山本義信の取り手像つってね。だけど、やっぱりその熱ってね、 人間ってそんなにね、えー、熱狂して、まあ、そこで取れたチーム、取れなかったチームってありますけども、それがまたずっと持続するかっていうとまたそれも違うと思うので、ま、あ今なんて言うんでしょうね、熱が冷めちゃったとは言わないけども、ま、あその時と比べるとね、ま、あ選手も違うんで、まあ、ね、えー、比べようがないって言えばそうなんですけども、その時のやっぱ熱狂度があったんでね、今ちょっと落ち着いちゃってるのかなっていうのと、ま、もともとその、 みんなね、今、先発の市場とか値段が高くなっていくから、シンプルにみんな上がっていくかなと思いきや、まあやっぱりその辺はシビアで、まあこの選手はこのぐらいだろうっていうところでね、まあ見られているっていうのがあるので、まあなかなかね、その絶対欲しいっていう感じで取りに行ってないので値段がまあ上がっていかない。で、希望しているね、価格は、まあ、選手側、そして代理人側からすればね、あんだけね、他の選手をもらって上がっていったんだから、 この人たちも上がるべきだろうっていうのはやっぱり思うわけじゃないですか。自分が選手だったら思うでしょうしね。こんだけやってんだからみたいなね。ただ、まあ、それがね、え、チーム側とのこうギャップがあるっていうかね、その思いにね。うん。そんな感じもあるので。だから今の残っている選手たち、まあ、え、ベリンジャースネルっていうのは自分の最初のね、提示して要求している価格があって、まあ、そこに届きそうもない現状なので、まあ、逆オークションですよね。ダッチオークションっていうんだっけ。 値段が下がっていくやつの、えー、今現状になっちゃってて、まあ、商品とか上がっていくね、普通のこう入札して上がっていくようなオークションになってるわけですけども、今どこまでね、チーム側が、まあ、適正だろうなっていう価格に下がってくるのがこうね、待たれている状況で、うん。まあ、それがこう合致したらどっかに決まるんだろうなっていう話でしょうかね。という感じで、えー、スネルるとですね、えー、ベリンジャーの市場としては、えー、価格が下がっていくの待ちと、 で、どこで折り合いをつけるか待ちという状況にはなっている話ですね。で、続いてがモンゴメリーですね。まあ、モンゴメリーはもうね、レンジャーズに戻るだろうって感じで言われていて、地元のバーベキュー店が、まあえー、レンジャーズと再規約したらね、ですね、生涯で、生涯無料でね、提供するぞっていうね、話も、えー、この前しましたけども、それも書かれておりまして、今日の MLB.com にね。 そしてまあ、モンゴメリーのですね、最新の、えー、市場の情報ということですけども、まあ、レンジャーズがやっぱりね、一番ね、えー、可能性が高いというのはまあ、あるわけで、ヤンキース、レッドソックス、フィリーズ、エンゼルス、ジャイアンツともね、えー、まあ、えー、噂にはなっておりますけども、結局はレンジャーズだろうという話ですね。で、モンゴメリーとヤンキースの再会は現時点では望みが薄いようなので、まあ、他のクラブはまだ可能性があるとはいえ、 テキサスへの復帰がモンゴメリーの FA のですね、最も論理的で可能性の高い結論であることは変わらないだろうということですね。で、まあ、モンゴメリーの利点としてはスネルと違って QO がないので、まあ、彼と契約するチームはですね、指名権とかをね、失うことはないですよっていう話と。あとは割と、まあ、エース級ではないけど、割とこう安定感のあるピッチングをね、やってくれますよって話なのでね。 まあそこで、あとはレンジャーズが、まあ、なんて言うんでしょうね。現状どれぐらいのお金をね、使っていいのかっていうのが、まあ一応あるんだろうと思うんですよね。いろいろその放映権の部分とかのね、あれでね。だからそれを待ってるというか、その決断を待ってるだけという話で、結局は決まるのかななんて思いますけども。ただずっと決まらないとどっかにさらわれていく場合もありますけどもね。まあそんなところのモンゴメリーの市場は、 ま、なんとなくレンジャーズなのかなっていうのはずっと言われてますからね。あまりそれは変わってないと。で、結局、えー、モンゴメリーの市場価値ですね。マーケットバリアは6年で110ミリオン。えー、年俸だと18.4ミリオンっていうのがありまして、ファングラフスの方では5年で100から140ミリオンっていうことなんで、まあ、年俸にすると20ミリオンから28ミリオンぐらいっていうのが、言われておりまして。まあ、それぐらいじゃないかというところですね。 えー、そして最後ね、チャップマンになりますけども、えーまあ、結局チャップマンの市場もね、このオフ静かであったということなんですけども、まあ、様々なね、チームが接触はしているよということで、まあ、ジャイアンツとしてはですね、イ・ジョンフと契約前にベリンジャーのね、本命候補として名前が上がっておりましたけども、まあ、イ・ジョンフを取っているのでね、現状ではですね、チャップマンが最もフィットするんじゃないかと多くの人が考えているチームと、 えー、ジャイアンツとしてはですね、大谷翔平、山本義信を逃してですね、えー、チャップマンやベリンジャーのような別の選手のために使えるペイロールの柔軟性を十分に残しておりますので、まあ何かしらは追加するだろうということは思いますよね、えー。そしてジャイアンツのザイディーさんが、えー、オークランドですね、アセチックのフロントオフィスにいた時にドラ1で取ったのがチャップマンであったというのと、あとは17年から21年までですね、チャップマンの監督を務めたのが、 今ね、ジャイアンツの監督のメルビンさんなので、まあその辺もね、なんとなくいいんじゃないかというところでしょうかね。で、プラスカブスとしてはですね、ベリンジャーをね、再契約できなかったんであれば、チャップマンのね、着地点になる可能性があると。ブルージェイズも同様ということでね。まあ一応、IKF が今3類としてね、出るかもしれないと言われてますけども、まあ彼は一応ね、UTT 的なところで使った方がいいのかもしれないので、 えー、まあ、チャップマンとブルージェイズ再契約的なところもあるのかもしれないというね、このまあ4人の市場にはなってるのかなと思いますね。という感じでご紹介しましたけどもね。まあなんかね、うんちょっと最初に色々とね、熱狂しすぎて、まあ今ね、市場的になんとなく落ち着いちゃってるのかなっていうのもあるしね。 ま、昇平とね、山本さんの時の盛り上がりに比べるとなんとなく落ち着いちゃってるっていうのもあるし、あとはま、その熱狂していたね、え、オフシーズンで金額が上がってきたことによっての、プラスで代理人のやり方がね、それをプラスして、で、ちょっと値段がね、え、上がりすぎてというか、要求が高くなりすぎちゃってて、ま、え、チーム側とのね、差が大きすぎるっていうので、ま、なかなかね、動かないという原因になっちゃってるかもしれませんけどもね。 まあそんなところでちょっとなんか、うん、人間はね、ずーっと同じように熱狂はできないから、まあもちろんね、えー、熱狂して興奮して、理性を失って FA 選手と契約するわけではないんだけども、ただなんかそんな非議症もあるのかなーなんてちょっと思いましたけどもね。逆に値下がり待ち、うん、どこまで下がるのか待ち、うん、で、まあ選手がね、希望するのと、まあ選手がこう妥協できる金額と、 あとはチームとして、これ、ここまでしか出せないかなっていう金額がね、どこまで近寄ってくるかっていうのと、あとはプラス値下がり待ちのチームがたくさんいるんで、一応ね。そのチームとの金もあるから、他のチームとね、ここはこれぐらい出す。で、自分たちはこれぐらいだっていうのもやっぱりあるわけですから。で、そんなことをやってるとですね、いきなり、まあちょっと高い値段出してさらっていく人も出てくると思うのでね。まあそういういろな、まあ駆け引きもある中で、 こうちょっと停滞しちゃってんのかなと思いますけどもね。まあ、まだこんだけ有名どころいるんでね、早く決まったらいいのかなと思いますしね。まあ本当にピッチャーなんかあと1ヶ月ないぐらいで始まっちゃうからね。まあ1ヶ月切ってますしね、開始がね。そっからまあ遅れちゃったりするとまた、えー、新しい新しいチームに行くのであればね。なんかね、入りが遅れるとちょっと影響もあるかななんて思いますしね。まあその辺もいろいろとあると思いますので、 まあ、なるべく早く決まるといいなとは思ってますけどもね。ちょっと2月3月っていう可能性も全然あるよみたいなことなんでね。まあ、またその辺はね、情報を追っていきたいと思いますけどもね。現状はこの4人はですね、こんな形というところになりますね。えー、続いてドジャースネーションのドジャース情報となりますけども、えー、ドジャースの GM がですね、今回ね、日本人たくさん、たくさんというか2名獲得したことによってですね、まあ、もちろんチームとして、えー、そういう方向でね、まあ、獲得して、 勝っていく方向のために獲得しているっていうのもあるんですけども、プラスアルファでね、日本からメジャーに来るパイプ役になれるんじゃないかと、この2選手がね、っていうことも言われておりまして、まあ最近で言われてるのはやっぱり佐々木朗希が次ね、えー、いつ来るかわかりませんけど、その時にね、狙ってんじゃないかって言われてるヒットでドジャースが絶対出てくるので、まあそこがね、えー、まあそういう新しく来る場合ですよね。今後10年はね、 えー、このペアが、まあ、いるわけですから、翔平、山本、吉信とね。だから、まあ、それによって、えー、日本人をリクルートしてくるという話がまたね、出てくるわけでね。まあ、来年も、まあ、誰かしらメジャーに挑戦すると思うんですよね。まあ、一人は多分確実に行く人はいると思うんだけども、西部のあのね、ピッチャーね。で、佐々木さんが、まあ、本当にこうね、えー、いろいろと言われている、まあ、いつでも行っていいよみたいなのが来年発動されるのかですよね。 ま、このオフね、今年終わったオフにね。でまあ、それもなんかね、そんなこと言ってたら他のチームも困っちゃうよって話になってくるわけですよね。その、ドラフトした時にね、えー、いつでも行っていいよみたいなことになると。ま、あそれで入団拒否されてしまったらね、何のあれもなくなっちゃうわけですから。結局、ま、また、メジャーみたいに入団拒否というか、ドラフト1位で多分取れなかった場合に保証がね、次の年に来るわけですけども、日本はそういうのがないからね。 まあそういうのも儲けないとまずいんじゃないかみたいな話も出てますけどもね。まあそれは置いといて、まあ佐々木さんが本当にね、えー、この今年の終わったオフに行こうとするというか行くことになるのであれば、まあドジャースもね、絶対手を挙げてくるんでしょうからね。まあそういう面でおいても、 ま、この二人はね、えー、日本から来る、まあ、選手たちのね、パイプ役になれるというところでね、えー、言われておりまして。だから結局そういう感じでチームを作っていくのかな、なんていうふうにはね、えー、感じる部分でありますけどもね。で、まあね、えー、翔平の話になりますけども、まあ、大谷翔平はね、エンゼルスでしか輝けないっていう話でね、まあ、結構言われてましたよね。エンゼルスだからこの成績が出せるっていうね、いう形で言われておりましたけども、 だから強いチームに行ったらダメだとかね。うん。結局ドジャースに行ったと。だからまあそれはですね、前もずっと言ってんだけども、もう彼にこう合わせる。うん。要は、いくら強いチームでも彼が入って、まあ彼の、まあどうての部分とかで言えばね。まあ彼に合わせるっていう方向のチーム作りになっていくだろうと。その存在になっただろうっていう話ではあったわけですね。まあ彼がメジャーに行ったタイミングでは、 まあね、そこまでちゃんと、ええー、ケアしてくれるチームって少なかったと思うんですよね。だからまあエンゼルスで良かったんだと思うんですけども、ただ結果を出してきたのでね、ええー、現状でも、まあ強いチームでもですね、まあ全部のチームがそのね、編成にしてくれるとは言えませんけども、ただ取ろうとしたチームは多分ね、おそらくそういう編成、彼に合わせた編成っていうふうにはなっていくはずなので、まあそれで、えー、ドジャースが取った。 で、プラスで山本吉野も取ったとなるとですね、やっぱりローテとしてはそういう編成の方向にね、向いていくんだろうなっていうところがあるので、まだ日本から来る選手を取るっていうのはね、まあ、一応その、まだ投げてないから、それでどんどん集めていってもね、成功するかっていうのはわかんないんだけども、この前も登板感覚がっていうのは言われてたからね、まあ、そういうのも含めて、それに適応する選手で、まあ、それがいい選手を集めた方がいいわけですよね。だから今回だったら、怪我明けの選手がい,いっぱいいたりとか、 まあ来年は昌平が戻ってきてっていうのはありますけどもね。まあそういうのも含めて、それに合わせて適応していける選手を集めた方がいいので、やっぱり日本からのパイプっていうのはね、まあ理にはかなってんじゃないかなと思いますけどもね。だからまあドジャースに日本人がいっぱい入ってって集まってやるっていうのはね、どうかって話もあると思うんだけども。だからこのね、えー、まあこの後どれぐらい、まあ昌平もピッチャーとしてね、えー、二刀流としてどれぐらいできるかわかんないんですけども、 まあ一応ね、えー、本人は10年契約なんで、まあ今年は投げないけども、来年からまたその先もね、ピッチャーも両方やるつもりで絶対いると思うので、まあその間ね、日本人がこう、何名か来ればね、まあ何名かってそんなにいっぱい来て入れてもあれなんでしょうけども、ただ理にはなってるよねっていう話ですね。そのローテの構成としてはね、それを受け入れられるというか、それがね、当てはまるというか、フィットする選手なわけですから、日本から来る選手っていうのはおそらくね、 なので山本さんも取れたんでしょうしね。だから次来る人もまあ日本人に来やすい可能性もあるよね。まあそういうローテーションの構成でね、やって勝っていくっていうことになってるわけですから。まあそれでね、勝ててなければしょうがない、ダメなんだけどもね。それで勝ってれば別にいいわけですしね。まあそんなところで、えー、ブドジャス、この2選手を取ったことによってね、これからの日本人選手のリクルートにもなって、まあそういう形で、ローテーションも作っていけるのかもしれないなという話ですね。まあピッチャーだけじゃなくてもね、 まあ、バッターとかもそうなんだろうと思いますけどもね。まあ、村上さんとかもね、えー、いずれ来るんでしょうし、25になったらね。まあ、そういう面でも、まあ、ドジャースにたくさん日本人が集まるという可能性もあるんじゃないでしょうかね。という、まあ、役割も果たすんではないかというところだと思いますね。えー、続いてヤンキース情報ですけども、こちらはまあ、トレードルーマーズですね。えー、この前もね、スタントンの状況とかよ、良くなってますよとかっていうのも言われておりましたけども、 えー、リゾのね、えー、脳震盪系の部分もですね、えー、もう心配されてはいないと、2024年はね、ということで言われているらしいのでね。まあそこもね、OK だったのかなと。まあリゾもちょっとそれに苦しんでですね、えー、左なんで彼もね、その部分でちょっとね、攻撃の面が、えー、まあチームとしても良くなかったっていう部分もあると思いますしね。まあリゾがちゃんとね、健康で出てくれるのであれば、それはね、まあいいことですからね。 まあそういう情報としても上がっておきておりまして。で、ジャッジのね、守備位置の話も出ておりまして、えー、まあ、センターでね、基本的には出るという話にはなっておりますけども、やっぱりね、センターの、まあ、負担がね、大きいっいうのもあるので、週に1、2回グリシャムがセンターに入って、ジャッジが DH に入って、で、レフトがスタントンかバーデューゴーかみたいなね、そんな形で起用するんじゃないかとも言われておりまして、 まあ、外はね、毎回出るみたいな。まあ、毎日全部出るかは知らないけども。基本は外はライトで出て,て、っていうところでまあ、やっていくんじゃないかという話にはなってますね。続いてですね、mlb.com の方のヤンキース情報となりますけども、えー、まあ、ヤンキースはですね、えー、ネリスですかね、に、えー、興味を示しているというところには言われておりまして、まあ、その他で言うとですね、えー、ミドルトンとペラルタですね。 そちらとの再契約っていう話もまあ出ていますよという話でえ、まあ交渉中ではあるということみたいなんですよね。だからまあネリス、ペラルタ、ミドルトンと、まあこの3選手と、えー、まあ契約を狙っている今状況なのかなという話にはなりますよね。まあ果たして誰を獲得できるのかという話ですけどもね。まあ誰かしらなんか取れそうで、ネリスはなんか取れそうな感じの雰囲気は昨日とか出てたんだけどもね。ちょっとまだわかりませんけども。 まあ一応、えー、リリーフ市場でこれだけね、えー、交渉は進めているんじゃないかという話になっているヤンキースになっておりますね、えー。続いてブリーチャーレポートのね、レッドソックスの話になりますけども、えー、レッドソックスとしては最下位にもかかわらず2024年のペイロールはおそらく低くなるということでね、発言があったみたいですね。えー、レッドソックスの CEO が発言ということでしょうかね。まあんまりこうね、強気でたくさん取っていて で、お金を使うっていう感じではなくてですね。まあ、そういう方向にはなっていくんじゃないかと。2024年の年俸は、えー、2023年よりもおそらく低くなるであろうという発言があったということなんですよね。まあ、注目度の高い FA とね、交渉してはいたんですけども、まあ、そこまで積極的に取りに行かずにですね。まあ、若手をね、使って、まあ、そうやって育てていってっていうところのね、アプローチになるんじゃないかっていう方向みたいですよね。 ただですね、まあ、ヤンキースがですね、外を取ったりとか、まあ、いろいろ一応動きは持っている中でですね、まあ、レッドソックスファンとしてはどうなんだろうなという見方もあるということみたいなんですけどもね。まあ、ね、やっぱり、うまいことね、育てていくっていうのもありですしね、まあ、FA で取ってきて補強するっていうのもあるんですけども、ただまあ、どっちがいいかっていうのはね、やってみて、結果どうだったかによってね、変わってきちゃうのであれなんですけどもね。 まあ、レッドソックスとしてはそんなにお金をね、今回使わないで、まあ、どうにかやっていく方針ではあるみたいですね。えぇ、ー、そして、ここからトレードルーマーズですけども、カブスがね、ブルペン補強に興味ということで出ておりましたけども、まあ、いくつかのですね、複数年オファーを行っているということでね、言われておりまして、まあ、普通だったらですね、カブスとしては、えぇ、ー、リリーフに複数年ってあんまりね、やらないらしいんですけども、提示をね、しないらしいんですけども、 獲得するためにね、複数年っていうところも、ま、提示はしているんであろうということみたいですね。現状、ま、あ獲得できるとすると、チャップマン、ムーア、ロバートソンとかネリスとかね。ま、あその辺が残っておりますよっていう話で。ま、あリリーフの話は昨日とかもしてるんでね。ま、あそれ以外もたくさんいますけどもね。ま、あその辺を狙ってるんじゃないかという話になってますね。で、あとツインズがですね、トレードのね、噂ということで、 まあ、ツインズとしてはですね、えー、サラリーダンプをね、する、まあ、ためのトレードっていうのは行うつもりはないということで、まあ、年俸削減を、あのー、目的としたトレードっていうことですけども、まあ、それをやるね、つもりはないと。で、結構ね、トレードの噂、ポランコ、ケプラーね、ファーマーなんかが、えー、上がっておったわけですけども、まあ、そういう目的ではやらないと。で、まあ、やるとするとですね、まあ、ピッチャーが欲しいというお話なわけですよね。マイケンさんと、 えー、ソニーグレーがいなくなったんでしたっけね。一応ピッチャーローテにはいるんですけども、まあ何があるかわかんないしね。まあ一応付け加えて補強しておきたい。それでまあお金を使うというよりかはトレードでどうにかなればっていう話で。まあ候補としてはですね、まあ内野手が欲しいチームとかね、そういうところになってくるのかなと思いますけども、ファーマーがまあ、えー、いいのかなっていう話でしょうかね。 で、マリナーズ、カブス、ブルージェイズ、ジャイアンツ、えー、マーリンズなんかは、えー、内野が欲しくてですね。で、同時にピッチャーが余ってたりするので、まあそういうチームがいいんじゃないかと。あとはドジャースとエンゼルスもね、同様に言えて、まあドジャースはショートの状況がね、不透明であるので、一応、えー、いいのかもしれないと。エンゼルスに関しては内野のですね、昨シーズン多くの怪我がね、出てきたことを考えれば、まあ内野層を厚くすることでね、えー、利益を得ることがあるんじゃないかということで、 まあ、ドジャースかエンゼルスで考えれば、ギャビン・ストーンか、えー、シルセスなんかが候補なんではないでしょうかということでね、上がっておりますね。えー、そしてアストルズの話ですけども、まあアストルズもですね、アルトゥーベ・ブレグマンなんかがですね、契約最終年なので、延長するのかどうなのか問題がね、出てきておりまして、まあ両方と延長っていうのはなかなか厳しいんじゃないかとも言われておりますし、まあ昨日ヘイダーを取ってしまったからね、結構お金使ってるわけなんで、まあどうするのかですよね。 で、タッカーも2024年シーズンの、まあ、年俸が決まりまして、2025年で、えー、終了して FA かなということになるので、その辺のね、今、核となっているいい選手たちがどんどん FA になる、状、え、況、ー、になってくるので、まあ、そこを引き止められるのかって話ですね。まあ、なんとなくアルトゥーベと延長してブレグマンは FA なのかなみたいなのもね、出てたりしたんですけどもね、まあ、どうなるかわかりませんし、 ま、交渉としてはシーズンが始まってからじゃないかっていうことは言われておりますけども、まあ、両方取っているのはなかなか難しいのかななんていう見方が強い気がするんですけどもね。まあ、果たしてどうなるのか、えー、違うチームに行くことになるのかね、うん、わかりませんけども。まあ、なんとなくそのヘイダーの取った動きに関してもね、えー、みんなとっていうのは難しいんじゃないかなとっていうところでしょうかね。 えー、そしてホワイトソックスがですね、えー、ブレビアかなと、えー、契約というか5.5ミリオンですかねの契約で、えー、合意ということになりまして、えー、基本的には4ミリオンで2025年に1.5ミリオンバイアウトがある6ミリオンのね、オプション、うん、マルチオプションかな ということみたいなので、えー、合計でね、最悪でもバイアウト1.5があるので、補、え、償、ー、は5.5ミリオンという契約ですよね、えー。そして最後になりますけどもね、巨人がね、オドーアを獲得ということでね、えー、昨日あたりから噂が出ておりましたけども、獲得したということみたいですね。いやー、なんか今シーズンもそれなりに名の知れてたところが日本に行ってる気がするんですけどもね。うん、まあそれがね、えー まあ、いいことにつながるというかね、うん、まあ、日本のそのインパクトに、まあ、活躍できるかは分かんないんですけども、もちろんね。ただ、日本の野球のインパクトにつながる可能性もあるかなと思いますしね。まあ、いいはいいんじゃないかなと思うけどもね。ただ、音はどこで使うのかみたいな問題でね、外野で使うって言われてるんですけどもね、大丈夫なんかなみたいなあるし。 あとはまあ、え、髭を剃らないといけないということで。まあ、ヤンキースにもいたんでね、髭を剃るということはやりましたから、まあ、ジャイアンツでも大丈夫だろうと思うしね。まあ、それ大丈夫じゃなかったら契約しないんでしょうからね。まあ、そんなところですけどもね。ただ、いろいろとムラのある選手だっていう話でもあるわけですからね。まあ、そこがどんな形で、え、まあ、日本の野球に適応できるかなっていう話ですね。あとは、気象が荒いんでね。まあ、有名なのはバティスタとのやり合い。うん ただね、ね、えー、献身的にね、えー、チームにこう、勝利に貢献を目指してっていう選手でもあるわけですからね。まあ、どんな感じで活躍するかなと思いますけどもね。まあ、一応、オドは巨人と契約と。二、ね、29歳とか30なんですっていや、もうちょっとなんか前からね、やっぱり若くしてデビューしたんだっけなんか結構ね、メジャーにいる気がするんでね。まだ30とかなんだ、みたいな思ったんですけど。うん、その、 見た目とかもあるのかもしれないけども、結構なんか前からいる印象なんでね。だからなんか、うん。まだ30か、みたいなね。もうちょっと3 0仕事がね。そんなイメージじゃないですか。わかんないけども。なんかそんな感じで思っちゃったんですけどもね。まだ30歳とからしいのでね。うん。そんなところでちょっと驚きもあったかな、みたいな話ですね。 ということでですね、今日はこれぐらいで終わりたいかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。ではわりまーす。